車で行こうです。プジョーのコンパクトカー新型プジョー208の発表会が先日都内で行われました。この新型208の特徴は何といってもコンパクトで軽量ということです。コンパクトカーと名乗っていても大きくなる傾向がある中で、先代の207と比べてもおよそ110キロの軽量化を実現、環境性能が叫ばれる中、低燃費化が進んだモデルのようですね。そういう意味では最新のトレンドをしっかりと取り入れたモデルなんですけれども、こう見てみると先代の207より立派になっているように見えるんだけれども、実は大幅に軽くなっている、そのあたりがとても興味深いですね。日本の道路事情にも似合う、おしゃれなコンパクトモデルなんですが、200万円切る価格からスタートするそうですね。そうですね、そのあたりも楽しみですね。ちなみにボディタイプは3ドアと5ドア、そしてスポーツモデルの GTI もラインナップされるようです。この208については今後この番組でもしっかりと取り上げていきたいと思います。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのはメルセデスベンツのコンパクト SUV GLK クラスです。G クラスを彷彿とさせるボクシーなスタイルの GLK クラスはフロント周りを中心としたデザインの変更と内装のブラッシュアップが図られました。この GLK クラス、メルセデスベンツの新世代 3.5 リッター直噴エンジンが搭載されたモデルということで、どんな走りを見せてくれるのか期待に胸が膨らみますね。それでは詳しく見ていきましょう。今回紹介するのはメルセデスベンツ GLK クラスです。ブーメラン型の LED ポジショニングライトが特徴的なヘッドライトや大型のフロントグリルなど、フロントデザインを中心にイメージが一新され、スタイリッシュかつアグレッシブな印象に生まれ変わりました。パワートレインは新世代の 3.5 リッター V6 直噴ガソリンエンジンで、最高出力306馬力、最大トルク370ニュートンメーター、これに7速の AT が組み合わされます。インテリアは大きく面積を広げたインテリアトリムパネルや丸型のエアアウトレットなど、厳選した素材とモダンなデザインによって上質で洗練されたものになっています。このメルセデスベンツ GLK350 フォーマチックブルーエフィシエンシーの価格は599万円です。新世代の動力性能が GLK の走りにどんな効果をもたらしているのか楽しみです。そうですね、今回は、てんこ盛りのオプションなんですけれども、 AMG エクスクルーシブパッケージ96万円分のついた、モデルに試乗しました。それでは VTR ご覧ください。メルセデスベンツの GLK に試乗しています。この車はもともと2008年に出たので、ビッグマイナーチェンジを施してきたわけです。で、正直僕は出たばっかりの GLK っていうのはあんまりかっこいい車じゃないなと思っていたんですが、今回かなりこれブラッシュアップされています。例えば顔つきなんかも相当変わってきて力強くなってますね。でその結果、そのカクカクっとしたフォルムと、力強いフロントマスク、これがですね結構相性がよくバランスよくまとまってるなと思います。そしてインテリア、
これも相当良くなりましたね。ウッドパネルの面積が増えたり、アルミの加色増えたり、まあいろんなところで1レベルというよりも2レベルぐらいは質感が向上しています。今回内外装だけではなくて中身も大きな変更が加えられています。その代表格がエンジンですね。で、従来の3リッターの V6 から今回 3.5 リッターの V6 に排気量をアップしてきました。当然ながら動力性能はかなり良くなっているんですが、その一方で燃費、これも 30% ぐらい良くなってるんですね。まあそういう意味で今回のこのビッグマイナーチェンジというのは、まあ、ほとんどこれは生まれ変わったと言ってもいいぐらいに、中身大きく進化してきているわけです。まあ、こうして高速道路を80キロぐらいで流していて感じるのは、まあ、このシャシーの出来の良さですね。今日は AMG エクスクルーシブパッケージというものでタイヤ20インチ入ってるんですけれども、バネ下の重さ全く感じませんし、荒れた路面に行ってもタイヤがバタつくことは一切ありません。もう常にしっとりとしたメルセデスらしい上質な乗り心地、乗り味、それがドライバーあるいは乗員に伝わってくるわけです。一般道に降りてきました。 GLK 全長4565ミリで全幅が1840ですから、それほどこれ細い道に行っても困ったっていうことになる可能性はかなり小さいです。これは日常的な取り回し性能なんかもかなりいい感じですよね。まあ、今交差点を曲がって時速5キロから10キロ20キロと加速をしているんですが、この GLK の足回り、時速5キロぐらいの極低速、人が歩く程度の速度から、いやすごい足回りだなっていうことが分かる。なかなか他では味わえない挙動っていうのか味わいというのか、それがあります。で、他のメーカーも、特に日本のメーカー、これ相当研究してるんですけれども、未だできているところは一つもない。これはですね、ぜひ実際に試乗してもう走り始めた瞬間直後の足の滑らかな動き、これは体感してみることを、お勧めしたいなと思います。まあ、この GLK にも、アイドリングストップがついているんですけれども、問題は挙動ですね。今エンジン止まりました。そしてブレーキから足を離して再始動します。今かかったのかかかってないのか分かんないぐらいのスムースさでしたね。真夏以外であれば、いつアイドリングが止まったのか、いつエンジンが再始動したのかっていうことをうっかりすると全然こう意識させられない、気づかないうちにしっかりとガソリンを節約していると、そんなレベルになってますよね。まあ、このハードウェアとしてはほぼ絶賛に近い、この新しいGLK なんですけれども、唯一ちょっと気になるのがステアリングが、若干こう上を向いているということですね。ちょっと慣れるまでは、気になるかもしれません。まあいずれにしてもこの GLK という車、コンパクトな SUV としてとても扱いやすいですし、何より四輪駆動を選べる、そして今回まあ 3.5 リッターになって内外装も良くなって、価格がまあ600万円を切ってきたと、このあたりも含めてこの新しい GLK、商品力は相当上がってきたなというふうに思いました。それで安全性の評価に行きましょう。メルセデスベンツ GLK クラスの安全性評価はこのようになりました。丸が全て並んでいます。ということで当然よくできましたとなるんですけれども、これ以外にも、いろんな安全装備が、標準でついている、このあたりも GLK のポイントですね。そして燃費なんですけれども、今回およそ250キロ走りました。そして、リッターあたり、9.5 キロですね。ともちゃん、この 9.5 キロどう思いますか？はい、大人4人に機材だったと思いますし、あとはかつての4駆モデルと比べれば優秀な数字って言えそうですよね。うんうん、そうですね。 3.5 リッター300馬力オーバーの SUV ですからね、それを考えると相当いい数字だと思います。今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただきました。お越しいただいたのはメルセデスベンツ日本株式会社の伊藤節也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さん、何かと物議を醸すこの番組での燃費
データなんですけれども、はい、まあ、僕らは本当に普段使いでこれ以上は多分下がらないぐらいのね感じで乗っているんですけれども、はい、伊藤さん、これこの車実際乗って高速なんか走るとどのぐらいの感じですか？高速だけですと本当に13とか14とかそういう数字は簡単に出ますね、うん、ただまあ今回乗られた個体はまだあんまり慣らしも進んでない状態だったと思うんで、うん、まあそれが進んでくるともっと燃費は良くなってくると思います、うん、まあ、新世代の V6 メルセデスの相当燃費ですね、はい、そうですね、これも含めてですね非常にやっぱり燃費というのは大事にしてますね、うん、で、まあ、今回 そのビッグマイナーチェンジ日本流に言うと、はい、となるんですけれども、これのポイントやっぱり一番大きな僕はデザインなんじゃないかなと思うんですが、はい、かなりまあカクカクした車ではあったんですけれども、はい、それがなんかこううまく全体的に調和されてきたような感じがしますよね。そうですね、特にフロント周りを中心にだいぶデザインを改めまして、うん、はいはい、まあ、スムーズさっていうのが出てかなりスタイリッシュになったのではないかなと、うん、まあ、インテリアも相当質感上がってきましたし、はい、やっぱりその先代と比べて、中も外も相当良くしようっていう強い意志みたいなものを僕感じたんですけど。そうですね、まあ、今までのスタイリングですとどうしてもやっぱりそのカクカクしたその先ほどおっしゃった G クラスを、うん、イメージさせるようなものだったんですが、もっとそのモダンで、スタイリッシュにしたいと、うん、いうところだったんではないかなと。やっぱり、フロントのグリルのところ、あとボンネットフードがぐっと厚みが出た、はい、これがやっぱり相当ポイントになってんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、あとヘッドライトが最近のメルセデスのデザインの流れのヘッドライトにしまして、うん、まあ、ちょっと吊り上がったようなデザインですけど、うん、まあ、これでだいぶそのシャープに見えるようになったんじゃないかと思います、うん、なるほどね、はい、で、まあ、本当にそういう意味じゃ見た目良くなったんですけれども、あと驚いたのは乗ってみてそれこそ数メーター走っただけで、はい、いや、これは相当良くなったなと。これって、C クラスのビッグマイナーの時にも感じたんですけれども、はいはい、これ何やったんですかね。何やったんでしょうねだいぶやっぱり足回り のセッティングを変えてきたのかなと思います、うん、まあ、それからシャーシー周りですね、うん、全体だいぶ変わった。そうやってそのスペックとかでは分かんないようなそのブラッシュアップ磨き込みっていうのを彼らよくやりますよね、はい、そうですね、まあ、ヨーロッパメーカーどこもそうですけれども、うん、最初に出した車とそれからまあ後期 になってくる車とだいぶやっぱりその間に常に改良改良っていうのを施すっていうのが、まあ、ヨーロッパメーカーのやり方ですね、うん、だから出たばっかり買わない方がもしかしたらいいんじゃないかみたいな話もマニアの人はしますよね。まあ、そうですね、はい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 、新しくなった GLK クラス、後席の居住空間やラゲージスペースの容量はどうか私藤友がチェックしていました。まず後部座席への乗り込みなんですが、5ドアモデルということで、まあ、後部座席のドアからアクセスしていきます。このように見ていただきますと座面の位置 SUV の割に意外と高い位置にありませんよね。乗り込みやすいです。足元の空間はちょっと狭めに見えますが、体を稼働させる範囲が大きくなっているので乗り込みやすいです。そして実際の空間です。身長162センチの私で膝前が原骨 3.5 個分、そして頭上の方を見ていきますとかなりゆとりがあるように見えますが、やっぱりこちらも原骨 3.5 個分入りました。大人の男性でも結構ゆったりと座れるスペースと言えそうです。そしてラゲッジスペースです。ハッチを開ける際のハンドルなんですが、このように女性の手でも開けやすいタイプになっています。そして実際のラゲッジルーム、床面はまあ若干高めにはなっていますが、フラットになっていてとてもすっきりとした形状になっています。で、後部座席も2対1で倒せる形状になっていて、いろいろ使い勝手も良さそうですよね。そしてオプション装備で電動開閉式のテールゲートも用意されていて、このようにスイッチ一つで閉めることもできました。伊藤さん、この車4565ミリっていうね、はい、全長、まあ、5ナンバーより短いわけじゃないですか、枠より、はい、その割には結構これパッケージに頑張ってゆったりした室内ですね。そうですね、やっぱり高さ SUV なんで高さ取れてますんで、うん、頭上空間っていうのがしっかり取れてるというところもあって、うん、まあ、シートも高めの位置ということで、うん、まあ、非常に空間的には余裕がある
空間ですね、うん、なるほどね。で、まあ、今回そのエンジンが変わったということで、はい、パワーアップもしたんだけど燃費も良くなって、はい、待望のエコカー減税ですか。そうですね、はい、あのエコカー減税も取れてますんで、うんうん、そういう意味では非常にさらに買うときに、まあ、初期投資というものが少なく済みます、うんうん、なるほどね、はいはい、伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は評価です。ではここでメルセデスベンツ GLK の評価に行きたいと思います。僕の評価はこうなりました。丸は上質な乗り味です、まあ、VTR の中でも言ったんですけれども、これはもう走り出してすぐにこの車は何か違うぞと、そんな感じがあります。この乗り味っていうのは非常に抽象的な言葉で、数値であるとかカタログのスペックには一切表現できない部分なんですけれども、乗ってみるともう間違いなくそういうものってのは存在するんですね。でそういう数値にはできない非常に感覚的な部分が、この車は本当に優れています、そのあたりとてもやはりメルセデスらしい車になっていますね、そしてバツ、これは右ハンドルがないということです、まあ、メルセデスは多くの車種でフォーマチック、四駆の場合左ハンドルしか選べないんですけれども、まあ、これは四駆システムのレイアウト上の問題なんですけれども、まあ、僕が個人的に言うと左ハンドルというのはそんなには苦にはならないんですけれども、やはり一般的な方ユーザーの方に対象にした場合はやはり左ハンドルだけというのはちょっとこう問題なのかなということで、これを×にしました。はい、私の方はですね、丸なポイント、これはハイセンスでモダンなインテリアです。まあ、今回の GLK はニュアンスを醸し出すシャドウシルバーの加色があったり、あとリアルな今回のモデルのウッドパネル、まあ、もう非常に質感が高くてですね、航空機のプロペラ的デザインのエアコンの吹き出し口もとてもマッチしていましたよね。なので、まあ、全体として SUV でありながら無機質なオフロード車というよりはモダンで洗練された雰囲気、まあ、ラグジュアリー感と温かみが感じられて、なんか女性的にも心に響くモデルになったなという印象を受けました。そしてバッテン、これは運転席のスライド量です。まあ、小柄な女性の場合シート前寄りに合わせますが、まあ、適切なドライビングポジションを考えていくと電動スライド式のこのシート、前後スライドがあと5センチぐらい前にあったらちょっと嬉しいかなというふうに思いましたね、うん、はい、なるほど、はい、というわけで2人の評価このようになりました。続いて CM の後は富士友愛です。富士友愛のコーナーです。今回のお題はこちら、A New Era Takes Shape CLS シューティングブレイクです。6月、新しい時代が形になったというフレーズで世界初披露されたメルセデスベンツの新型 CLS シューティングブレイク、先日イタリアで五郎さんがいち早く試乗されてきたそうです。いや、とってもスタイリッシュな車でしたよ。メルセデスベンツの新型スポーツワゴン CLS シューティングブレイク、一体どんな車だったんですか。うん、シューティングブレイクっていう車はもともとその昔貴族とかお金持ちが狩猟シューティングね、はい、これに使うために作った、まあ、クーペベースのステーションワゴンだったんだよね。でこの CLS っていう車はフォードアなんだけれども、フォードアクーペというジャンルに属する車なので、それをベースに今回ステーションワゴンを作ったということで CLSシューティングブレイクという名前が出たんでね、このやっぱりデザインを見ると今までのワゴンとは一味違うことが分かると思います。そしてイタリアの美しい街フィレンツェで試乗されたそうですが、うん、実際に試乗していかがでした。そうですね、今の写真に高級ホテルの前に置いてあった、ああいうシーンも似合うし、こういったね自然の中の走ってるシーンも似合うし、父ちゃんどうですかこのデザイン。実用性もありながら非常にエレガントでなんかうっとりするようなシルエットですね、うん、そうなんですね。やっぱり今までのステーションワゴンっていうのは、実用性機能性を重視して選ぶモデルだった、つまり左の脳で選ぶ車、今回のこれっていうのは見て美しいと感じたら買うっていうような本当にクーペ的な右脳で選ぶようなジャンルになってるんだよね。で、まあ、乗ってみるとやはりそのベースとなった CLS とほぼ同じ、ただ後ろに荷物を積むケースが多いということで、少しそのリアサスを改良して車高調整機能なんかを入れ込む、
そういったその細かい、まあ改良っていうんですかね、最適化はしっかりやってきてますよね、はい、あの実用性とか、あと室内の空間とかもちょっと広そうなイメージがありますし、うんうん、なんかちょっと人と違った個性を表現したい人にぴったりなイメージですね。そうなんですね。やっぱり今までのそのステーションワゴンっていうのはセダンと比べてどっちかというとおしゃれっていうよりも機能で選ぶ感じだった。これはやっぱりね、おしゃれさで選ぶ、夜の都会がこれほどにはステーションワゴンって今までなかったんじゃないかなって思いますよね。じゃあ昼間と夜の印象また違うのかもしれないですよね、うん、はい、まあ、番組でも早く試乗してみたいモデルの一つだと思います。以上、藤友愛でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のカーグラフィック、カーマガジン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、ケーカースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、モーターファン別冊、ルボラン、以上10紙の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見、ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 DVK ホームページまでアクセスしてください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ここで視聴者の方にいただいたメールをご紹介します。東京都40代男性の方です。五郎さん、ともちゃん、こんにちは。今度 GLK クラスを取り上げるとのことですが、 ML クラスと GLK クラスとの違いや、もし買う場合どっちが良いか教えてください。ちなみに我が家は小学生の子供2人と妻の4人家族で、高速を使い長野や群馬などにキャンプによく出かけます。燃費性能もそうですが、高速移動とキャンプ場へ続く悪路、いろんな道を走ることが多いので迷っていますということです。なるほどね。僕だったら普段のその街中での東京都におすすめだってね、街中での使い勝手をあまり重視されないのであれば、まあ、ML の方がいいのかな。やっぱり大きい方が快適ですし、まあ、そのあたりちょっとここにせっかくね、インポーターの方に来ていらっしゃってるんで、伊藤さんに聞いてみましょうかね。そうですね、私は今日は GLK をご紹介しに来たんで、はいはいはい、GLK と申し上げてたいんですけれども、うん、まあ、どちら買われても満足いただけるんではないかなと思います。また伊藤さんいつもこう違う綺麗事ばっかりする。でも、今回のね、その GLK クラスっていうのはこれだけの4駆で装備も結構まとまっていて、はい、600万円切ってきたっていうことが一つポイント、はい、あとはコンパクトのサイズっていうのがポイントの車ですよね、はい、そうですね、うん、非常に取り回ししやすい、街中で先ほど五郎さんもおっしゃったように、乗りやすい車かなと思いますし、うん、まあ、でも逆に M クラスというのは、ボディ大きいとはいうものの、うん、まあ、十分街中で、メルセデスらしい取り回しの良さっていうのもありますし、あと、まあ、もう一つ大きな特徴が右ハンドルが M クラスの場合は、ね、設定されていると、うん、それからあとディーゼルのモデルもありますんでね、うん、まあ、その辺ぜひ乗ってみていただきたいなと思いますね、うん、伊藤さんどっちがおすすめか決められないみたいなんですけど、はい、ともちゃんはもし奥様が運転するなら私は GLK いいんじゃないかなと思いましたね、うん、今回インテリアもエレガントになって、うん、とても似合うと思いますし、うん、なるほどね、まあ、本当にそこら辺はですね、僕が、自分で長く乗るんだったら ML だけど、でも奥さんも乗って都内も走るっていうと、伊藤さん確かに GLK のサイズって魅力的なんですよね。そうですね。あと、うん、まあ、先ほど左ハンドルと申しましたけれども、うん、まあ、逆に左ハンドルしかないからこその、まあ、この価格設定というのも我々戦略的には考えた部分ですんで、まあ、非常にお得感あるかなと思います、ね、なるほど。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回はスズキワゴン R スティングレイをお送りします。ではまた来週お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。